ブリストル M1C ブリストル M1 は第一次世界大戦のイギリスの短座短用戦闘機である。その形からブレットまたはバレットイコール弾丸とのニックネームもある。ブリストル飛行機の自主開発として1916年にフランク・バーンウェルの設計で開発された。戦争省は M1 バイトとして4機を評価用に発注した。 胴体の高い位置に主翼を持つ単葉機で7、7mm 機銃を主翼の付け根に設置し、パイロットの全下方の視界を確保するために、翼の根元にハフの張られない部分が設けられた。速度は当時のドイツのフォッカー単葉機よりも50時速 80km 上回ったが、着陸速度が高く、短い飛行場が主の西部戦線での運用は困難である、考えられ、 空中戦を行うためには、服用機の方が安全であると評価された。それでも、ローヌエンジンを装備し、機銃を胴体に装備した生産型 M1C の1 2国機が発注された。1機は、ブリストルルシファーエンジンの評価用の M1D となった。33機の M1C が、中東やバルカン方面に配備された。その他は、イギリスの練習部隊で使用された。十二機は、 チリ向けにイギリスで製造中の軍艦をイギリスが接取した代償にチリに供与された。チリ空軍の M1C はダゴベルトほどいの操縦によって1918年12月12日にアンデス山脈を超える飛行に初めて成功した。バーンズ CH ブリストルウェアクラフトシンス1910ロンドンプトナムエンサイクロペディアオブミルタリーエアークラフト ありがとうございます。